はい、できましたかね。こんな感じで、今ね、赤猫丸を打ってあるんですけどね、まあ、イメージがかっちりとできましたね。まあ、前半はね、今年は財務戦略、これをしっかりと、研究して、ね、頑張っていくと、本を出すというところですかね。それをやって、で、まあ、それが、まあ、経営の、ね、まあ、セミナーであったり、まあ、簿記のセミナーであったり、そちらの方に、まあ、つながっていくという形ですかね。ただ、それがね、忙しくなってくると、ちょっと体が持たなくなってきますからね、まあ、授業の方に行って、いつもね、体を鍛えておくと、それで、つながってると、ね、という感じになりましたね。が、将来ね、全国公演をするとこうなった時にですね、まあ、月に4本、まあね、50本で目標に掲げましたけどね、それをやるようになった時に、まあ、体が持たないとね、ちょっと潰れちゃうものですからね、それちょっと今のうちに、健康を確保したという形ですかね。であと、もう一つのね、切り口として、まあ、メントレですかね、今年はね、メントレ、メントレのね、講師をですね、もうちょっと増やして、やると。で、まあ、受験会のね、メントレ、でもね、まあ、もちろん、やっていきたいと思いますけどね、まあ、今ちょっと書きながらね、思いついたのはね、まあ、経営者向けのね、メントレもやっぱちょっといいかなという感じが、しましたね。うん、具体的にね、まあ、どういうふうなこう心の持ち方をすればね、まあ、心のね、平静がこう、まあ、常にっていうかね、まあ、自分でコントロールするっていうことですよね、感情ね。それがこうできるかっていうね、そういったことが、多分知らない人がね、ほとんどだと思いますんでね。うん、まあ、僕もね、夢の漫画実現し始めたのはね、まあ、要するに心のね、感情のね、コントロールっていうのがある程度できるようになってきたからだとね、僕は思ってますんで、ね。うん、それをちょっとね、まあ、一つの、これは技ですけど、うん、技として、経営者向けにね、やってもいいかなと。いう感じの今思いつきましたね。これは書いてる最中に今思いついたんですね。まさに今思いつくわけです。ちょっと受験の切り口で行こうとね、思ってましたけどね。スケッチブックやってる段階ではね、思ってましたけど、ちょっと経営者の切り口をね、メントレっていうのはちょっと発想なかったんですからね。うん、まあ、こういったね、こういったものがこうちょっとね、こう赤いやつで書いてるうちにこう、ひらめいてくるというものなんですね。今、まあ、ひらめきましたね。それが、財務戦略、ね、そちらの方で、まあ、戦略、ね、財務戦略をやるっつってもね、営業、お客作り、お客作りにね、まあ、戦略ができないと財務戦略、できませんからね、うん、だから、全部のところにね、結局かかってくるんですけど、財務戦略っていうのはね、営業対策とかね、そういったものにかかってくるんですけど、うん、だからそれをね、ちょっと連動させた、ちょうど今年10年目ですからね、僕もね、経営して10年目。完全不安ですね。この時はなしで10年で食ってきましたので、うん、そこら辺をね、ちょっとベースにした、うん、まあ、要するに僕の実体験の経営ですね、実践経営ですね、それをちょっと、元にした、セミナーなんかね、ちょっと想像できるかなと、ね、いうふうに思ってきましたんでね、うん、が財務戦略をやると、ね、で、ここの問題に関してはメントレメタトレそっちの切り口で、やりつつですね、うん、それでやりつつ、ね、で、まあ、目標は年収2000万取ると、ですね、夢マップが出来上がりましたね。
通販もね、ちょっと力入れようかなという感じですね。YouTube とかを活用してね。はい、こんな感じで、出来上がりましたね。今年も2014年の夢、戦略マップ、ね、これ出来上がりました。でこれをね、あの洗面所の眉水顔をね、洗うところに、ね、あの脇の方に僕ベタっていつも貼るんですけど、毎日貼るんですけど、そうするとね、こう顔を洗って起きた時に、ね、顔を洗ってね、必ず鏡見たら映りますから、ね、必ずこれを見ると、ね、1日1回必ず見ると、ね、いうそういったね、うん、ものになるんですね。そうですね、今これ1月1日ですけどね、2014年の1月1日ですけど、この気持ち、ね、よしやるぞっていうね、よし今年はこれでいくぞっつってね、まあ、前半は財務戦略やで、やりつつ結構一時のためにスポーツジムにね行って、で公園がね、さらに増えてきたら、ね、体が大丈夫なように健康を維持しつつですね、でお金を稼ぎながら、ね、で、メンタルのね、トレーニング、まあ、コーチっていうか、これは講師ですかね、うん、それも鍛えていき、ね、まあ、受験生の経営者の件、ね、それを同時並行でね、まあ1個しかできないからね、多分前半はどうですね、前半は多分財務戦略が多分中心だと思うんですけど、で後半ぐらいからね、メンタルの方にシフトしていくっていう感じでしょうかね。で、2014年が、ね、終わる頃には、まあ、1年後ですね、終わる頃には、今年は、財務戦略の、ね、本が出せたなと、中小零細に向けの、ね、財務戦略の本が出せたなというのと、まあ、あといくつかね、ちょっと本も紹介したいんですけどね、あとは、受験会のね、メンタルトレーナーっていうね、これ新しい切り口ですね、うん、ないですね、こう受験会。あのスポーツ界にはね、いっぱいありますけどね、メンタルトレーニングにいっぱいありますけど、受験のね、世界、特に会計所が随時とね、非常に長くなる、受験会においてはね、あのメンタルトレーナーっていませんからね、うん、その地位をね、今年は確立しようと、そういった、イメージングができましたね。OK、うんうん、ですね。あとはね、もちろん。うちに通ってるね、塾生もいますから、ね、特に1級生、ね、遠くから通ってる、ね、人もいっぱいいますからね、うん、その合格をね、すると、ね、合格に導くと、ね、いうこともしっかりとね、やっておこうというふうに書きましたね。あの実は、ね、こう名前書いてあるので、ちょっと名前打つわけにはいって、ちょっと隠したんですけど、ね、ここにはちょっとね、あの塾生の名前が入ってますので、ね、これをあのこの熟成から1級で、ね、ということでね、毎日見ますから、うちに来てよかったなというふうに思っていただくと、ね、いうのも絶対にもう毎日忘れると、見ていくと、ね、いう形になりますね。はい、ということでね、まあ、リアルタイムでね、ちょっと僕も夢マップですか、あ、これを書いてるね最中をちょっと今動画で撮ったんですけどね、ちょっとまあどういうふうにね、こうちょっと編集